はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルのお高め五郎です。カムイのヒューラです。よろしくお願いしま す, しいします。はい、この番組は、さまざまな才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために発信している番組でございます。はい、はい、ということで今日は、はい、10月の30日、もう終わりですね。ねえ、もうなんかあっという間ですよ。あと2ヶ月ですよ。そうですね、ほんまですね。11、12で終わりですよ。もうびっくりするよね。早い早いっす、早いっすね。で、まあまあコロナもね、そうですね、落ち着きまして、来月から、はい、来月ってもう明日から、はい、明日から、マテリアルもまあ通常営業というかあれですよね。オープン、まあ営業自体はね、うん、ちょっとイベントからスタートしようかなと思いまして、そういうことですね。はいはい、まあ週、来週末ですね。はい、来週末。来週末、はい、来週末ですね、うん。からちょっとイベントしようかなと考えております。はい、はい、じゃあその辺はまた、そうですね。久しぶりにインフォメーションを言う人がいると思うんで、ちょっとそれ取らないであげて。そうしましょうか。はい。あとで置いといてあげましょう。はい、という感じですよね、はい。まあまあでもやっとっていう感じですね。そうですね。ねえ、だからあの前はね、以前はね、その映画見にお客様も足運んでいただいたりとかいう感じだったんですけれども、はい、もう本当に閉めてから1年半？そうですね。ね、それぐらいになりますよね。あの緊急事態宣言が出ても完全にそこから閉めたもんね。はい。まあ、途中ねちょこちょこ開けてはいはいはい、したんですけども、はい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 、まあまあでもやっと、うん、ね、いけるかなという、はい、次の、第6波、はい、がどうなるかよくわかんないですけども、そうですね、まあでも、もうこれね、ウィズコロナで付き合っていくしかないと思うので、はいはいはい、頑張っていきたいなという感じですよね。はいはい、でですね、まあ、今日も、はい、10月30日、はい、月末でございますから、月末ですね、はい、月末レギュラーですね、はいはい、お呼びしましょう、はい、シスター K さん。はい、ということで、またしても、ご本人が、はい、ご本人を忘れてしまったという、忘れましたか、ということで、はい、これ2回目のパターンですけどね。はい、まあ、スケジュールがまたちょっと合わなかったということで、はいはい、来月はね来ていただけるんじゃないかなと思ってるんですけども、はい、また彼女もね、楽しいトークと、はい、素敵な歌をね、はい、お送りしたいなと思っておりますので、はい、皆さんもぜひ祈っておいていただければと思います。はい、はい、ということなんですが、なんか今日ちょっとあれですね、うん、なんかあの小坂部さんなんかちょっと薄い感じがするんですけど、そうですね、なんかプーンとこうなんか焼酎の香りが漂ってきて、たまにあのかまぼこかなっていうなんか油の匂いがするんですけど、いい、なんか、はい、香ばしい感じのね、そうですね、はい、なんか匂いがするんですけど、はいはい、実は、はい、分身分身の術使えたかそうか、はい、実は大阪にいないという、ああ今 ね, 今ね、あのこ の, あの配信のこの時間ですね、配信のこの時間です、ね、はい、この時間は今どの辺にいる予定ですか。今はね多分ですが、はい、チランの出た、チラン、はい、あの平和記念館で、はい、チラン特攻平和記念館、はい、平和記念館、はい、見てると思います。あ、見学してるね。はい。ね、はい、ということですね。11時前ぐらいでしょ。はいはいはい。はい、なので、はい、ちょうどそこに行ってるはずです、ね。はいはい、じゃあそろそろあの武家、そうですね、武家屋敷の方も、武家屋敷以外の方にちょっと足を伸ばして移動してる可能性は、これが宇宙なんだみたいな感じで。そうですね、見てらっしゃるはずということですよね。はい、はい、まあまあね、いろんなところにね。まあ、行く機会があったりとかして、おかげさんでいろいろ行かせていただいたりと経験したんですけども、はい、まあ、せっかくなんで、だからなんかいろんな、まあ、歌の代わりじゃないですけど、ね、はいはい、旅のお話をちょっと、旅ね、はい、いいですね、してみたらいいんじゃないかなと思っておりまして、大阪部さん、なんかその旅で印象残ってるのとかあるんですか。なんか、まあ、印象、まあ、そんなむちゃくちゃ行ってないんですけど、うん、まあ、バイク乗ってる時は、あ、バイク乗ってたの。バイク乗ってましたよ、僕は。へえ、あの鈴木のはやぶさという、お、出た、はやぶさ、お、 1300cc、 はい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 、おでっかいモンスターバイク乗ってましたんで、すげえじゃん、うん、はい、まあ、その時にまあ四国一周したり、はい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 、あ、まあいろいろ行きました、ね、四国一周で、だからお遍路さんみたいにしていったの。いや、じゃなくて、もう、はい、もういきなり道後まで行って、うん、でそこからあの桂浜の方に行って帰ってくるとか、おー、いいじゃんいいじゃん、めっちゃ面白いです。カルストのちょっと山を、はい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 、行って、はいはい、感じとかはありましたね。おー、面白い面白い、はい、あとはまああの
中国地方とか、うんうん、あとは上は、まあ、そこまで遠くまで行ってないんですけど、うん、まあ、長野の手前ぐらいまでは行ってましたね。おお、そうなんだ。はい、そうなんだ。ちょうど高速道路が安かった時あったじゃないですか。どこまで行っても2000円でしたっけ。あった。あの、だからあの、あれや、民主党政権の時あったっけ、はい、その時あの時はね、結構遠出しました。はいはいはい。そんな最近なんや。はい、遠出しました。まあまあ最近ですよね。でも最近で、ね、まあまあ最近でもだいぶ前やけど、だいぶ前ですけど、だから要はあれでしょ、2010年とかの頃ですよね。2011年の民主党政権の時に、はい、あの地震が起こってるんで、はやぶさが2008年モデルで、はい、でもちょうどフルモデルに、なるほどなるほど、そういうことか。 その時に購入したので、いや、バイクの旅って面白いですよね。面白かったですよね。え、はい、風切って走って、はい、ね、かなりしんどかったですけど。え、それはあの季節はどんな感じ、うん、季節いろいろです。もうあの夏場に行くと、うん、まあ、夏場結構走ってる時は結構気持ちいいんですけど信号で止まって、はい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 、この熱気がね、で装備もちゃんとしてるからそうそうそう、ものすごい汗かきね。あのメットもそうやしね、フルヘイルメット、はい、だからもう本当にその、うん、メッシュのね、はい、ジャケット着て、はいはい、もうあの走ると涼しいんで、うん、気持ちよかったですね。冬場はね、逆に足がつります、うん、動かさへんからね。固まってんのに、固まりますね。固まってんのに、あの、いろいろこうクラッチやらないやつがチェンジするときに、チェンジするときがするんですよ。すりそうだな。わかるわかる。なるほど。そういうのがありましたね。だって、まあまあ長距離とか走ってたら、そうですよ。ずっと動かさへんもんね。そうなんですよ。で、冬やから、どんどん冷たくなってきて、足かじかんでくるし、みたいな。ちょっと革パン履いてね、はいはいはい、履いてるんですけども、はい、やっぱりどんどん冷えていく。いやー、どんだけね、装備しても、うん、そうなんですよ。しかも走ってるから、すんげえ風来るから、どんどん冷えていくし。そう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 。そういうのね、まあ、バイクで回ったこともあります。あ、そうなんですか。へえ、はい、それ面白そう。もう普通にね、旅行は。うん、まあ、東京とかはあれですけど、はい、まあ、北海道行ったり、うーん、イタリア行ったり、おーおーおー、はいはいはい、まあ、撮影でもねちょこちょこ行かせてもらったんですけど、はい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 、撮影で行ったらね、まあまあまあそうですよね、できないですよね、全くできないんで、あのだからそのなんていうの、何日間か泊まりで行ったドラマとかそんなやったらええんけど、はい、そうですね、もうあの基本的にあれですからね、はい、行ってそのままロケバスで帰ってくるっていう、そうですね、世界ですよね、はいはい、うん、そうなんです、ね、なかなか大変ですよね、はいはい、だからもうロケバスであのロケ弁食ったとか、はい、あの ロケバスで寝てたとかそんなあれしかないですよね。そうですね、そうですね遠出って言ってもね、今これどこにおるんやろみたいな感じです ね、うん、そうそう、だからあの例えば、チケットもらってチケットで新幹線乗ってどっか行ってとかいう世界でもないでしょ。はい、あ、1回だけあの博多に行ったことあります。あー、なるほどなるほど。それも博多の駅の近く、ま、うん、あ、駅まで行って新幹線で、うん、で泊まって、うん、で早朝で撮影して、うん、新幹線で帰ってきました。なるほどなるほど。もう絶対どこにも行く時間がない、はい、何もなかった、ね、なるほどね、はい、そっかそっか。で今回はでも博多から、ちょっと南の九州の方までちょっと回るみたいな。そうです、はい、そうです、今回ってるのはね、はい、はい、鹿児島いやもうほんまね、はい、まあこれ打ち合わせの時にも話してたんですけど、はい、もうマジでね、鹿児島はね絶対食べた方がいいのはかんぼこ、うん、かまぼこ、かんぼこ、あのいわゆるさつま揚げ、はい、そう、もうもうめちゃくちゃうまいですから食べたいですね。もう本場のやつが絶対うまいんですけど、あのまあこれも有名な話ですけどね、はい、あのもし買って帰ってくんねやったら、うん、あの冷凍にしたやつをクール宅急便で送るのが絶対おいしい、はいはい、それも出来たてを冷凍にしたやつがあるんですよね。そうですね、大体ね、あの、かんぼこ屋さんの、有名なところっていうのはあのそういうパックを持ってはるんで、ちゃんと真空パックにしたやつ冷凍したんですよ。あ、はいはいはい、うん、それが売ってるんですね。そうそうそう、うん、あのだから揚げたてほやほやのやつを、はいはい、もうそのまんまパックに詰めてやってはるんで、もちろん油も劣化せへんし、はいはい、であの、取り出して解凍して、はい、温めて食べたらもうホクホクが食べれるという。なるほど。それもう野菜かまぼこ最高にうまいですよ。それお土産それでいいですか？うん、いやもうマジでね、それ食えんねやともう最高に嬉しいですよ。俺もうここでみんなで食べようよそうですね、いいですね、ね、本当に本当に、うん、なんかプレゼントなんか買ってきますわ。ああ、ありがとうございます。ちょろっとっていうか、あ、じゃあもうぜひぜひ、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、やったら今頃買ってるかもしれない今頃買ってるなんか物色してると思う。ああ、嬉しい嬉しい、はい、いや
でね、あのでもね、それはね、あの買って帰ってきての話でしょ、はい、そうですね。でも絶対にうまいのは揚げたて。それはもう確実に食べますね。もう間違いなくうまい。間違いなくうまい。でもね、旅に行くと、うん、やっぱそこの地方地方の美味しいものっていうのがね、うんうん、やっぱ一番食べたいですよね。あの、うん、本当に、まあいろいろあるんですよ、鹿児島美味しいものがね、はいはいはい、まあ、もちろん黒豚とかね、はい、あのいろいろありますけど、はい、あの僕はでもあの鹿児島で食べた、うん、あの天文館ね、はいはい、あの繁華街、繁華街 ね、はい、でその天文館 の、 あの居酒屋があるんですよ、うん、でそこで、出してもらったそのこんな丸いボールみたいな、はい、あのまん丸いかんぼこ、それがすごいですね。それすごいんですよ。むっちゃ食いたいですもん、それめっちゃうまかったっすよ。あの、はい、で揚げたてで出てくるから、はい、で揚げたてでもうほんまふかふかほわほわなんですよ。もうあの割り箸で刺してサクって切れるぐらいの、すんげえやわらかい。そうそれ焼酎と、はい、あのちょっと甘めの醤油でね、あ、はいはいはい、あの南九州ちょっと甘いんで、はいはい、醤油とかでそれをちょっとつけて食べるってね。あ、いいですね。まあ、そのまんまでもいいし塩で食べてもいいし、はいはい、あ、そうかそうか、そう、はい、もうあれはねちょっと忘れられないですね。また行きたいなっていう感じですけど、買ってきます。冷凍であったら買ってきます。ありがとうございます。まあでもね、その他の、はい、そのかんぼこはあると思うんで、はい、それはもう確実に買ってこようかな、はい。いや絶対に美味しい。プレゼントのお土産はちょっとね、そういうものじゃないかもしれません。うん、いやもう全然そんなんじゃなくても全然大丈夫ですよ。はい、はい、ぜひぜひあの楽しんできていただければと思いますけどね。はい、いろんなとこ回っていきたいなと思います。はい、はい、まあ、はい、なんでしょうね、そのほら。博多も行ってはるでしょ、はい、博多もね本当にね、あの博多と長崎ってよく似てるんですよ、うん、あ、そうなんですか、うん、どっちも港町というか、うん、あの海が近くて、で、あの町自体も港町として発達してるから、うん、両方とも、はいはいはい、で、あの言ったらね、長崎もそうなんですけど、はい、中洲みたいなのがこう町に発展してるわけですよ、はあはあ、あのまあ埋め立てて結局やっていってるんですけど、はいはいはい、で博多も、まあ、博多はね、中洲はほんまの中洲なんですけど、はい、あの中洲すすきので有名な中洲のね、はい、あの、町とかはほんまにあれ埋め立てのあれなんですけど、うん、はい、でもやっぱりね、あの町を形成していく過程で絶対埋め立てをやってるんですよね、はい、でしかもね、あの行きたい場所が歩いて行ける距離にあるんですよ、うん、だから本当にあの例えばあの、福岡のあの黒岳が建てたお城があって、はい、福岡城があって、はい、で福岡城の、まあ、すぐそばに大堀公園って言ってね、はい、あの公園があるんですよ。で本当に大堀っていうんですけど、まあそこに言ったら池みたいなのがあるんですよ、はい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 、であのその池であのほらあるやん、あのなんかスワンやったっ、はい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 、あの乗ってこう、はいはい、池遊びができるわけですよ。はもうそれ博多っ子 の、 あのデートスポットなわけですよ。へでかと思えば天神まで、はいはい、もうあの地下鉄でも行けるんですよ、はいはい、地下鉄でも行けるけど、その地下鉄なんか使わなくても、うん、あの普通に歩いて、はいはい、あの川2つ渡ればもう天神行けちゃうんで、はいはい、もう結構ねあのコンパクトなあの観光都市なんで、はいはい、すごいいいと思うんですよ。であとは博多はね、うどんです。うどん、はあのね、ブツブツ切れる。はあ、俺ブツブツ切れすぎて切れたっていうね。いや俺その時カレーうどんを頼んだんですよ、はいはいはい、でカレーうどんを頼んだら、カレーってほらとろみがあるでしょ、はいはいはい、あのカレーうどんって、はい、そのあんでねあの作られてたりとかするカレーうどんやったから、さらっとしない、そうそう、で、うん、あの結構ね太麺やったんですけど、はいはい、博多のうどんはめっちゃ柔らかいんですよ。はあ、で柔らかすぎるから、あんの重さで持ち上げるんだとブツって切れるって、どうやって食うねんこれって言って、腰がない、腰ない、ね、腰ない、あのこれはあのタモリさんもねよく言ってますけど、はいはい、あの腰がないうどんが博多のものやから、あの博多もんはうどんって言ったらこれ、はだから讃岐うどんみたいに腰のあるやつなんか硬すぎてもうくちゃくちゃ食わなあかんから、なんでそんな面倒くさいことせなあかんねんっていうのが博多っ子 の、 あのイメージらしいですよ、はいはいはい、うん、そうなんですよ。だからあの博多のうどんはね、はい、あのカレーうどんじゃないやつ、はいはいはい、普通のだしのやつをやったら多分持ち上げるんで、はい、それでも柔らかい、柔らかい、うん、だからあの口の中に入れたらすぐに切れちゃう、はいはい、だから飲み込めるぐらい柔らかいんで、あのそういうのはありますね、はい、うん、ちょっとあの鳥を
食べてこようかなと。鳥ね、はい、鳥ね、はい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 、いいっすね、いいっすね、うん、はい、なんかね、そのそれがもう予約をしてるので、多分まあこの放送の時はもうすでに食べ終わってるので、あじゃあ、次ね、そうですね、11月の半ばぐらいの、配信の時には、そうですね、その、実況というか、なんか、ね、なんかあると思います、はいはい、なんかをぜひ、はい、なんかそれ撮ってきてよ。な、撮ってきますわ、なんか、ね、あの、はい、できたらそのムービーで、はいはいはい、うん、なんかこんなです、ね、そういう模様をね、ね、ちょっと、はい、ちょっと軽く食レポじゃないですけど、はいはい、やってきますわ、お願いします、はい、なんかその土産話の方がすごい楽しみですね、はい、はい、いや、頑張って撮ってきます。あのね、旅ってね、やっぱその場でしか味わえない、そうですね、あの空気やら、はいはい、そのまあ食もそうなんですけど、はい、あのいろんなものがあるんでね、うん、だって行ったらあの絶対に晴れとは限らないじゃないですか、はいはいはい、曇りの時もあれば雨降る時もあるし、はいはい、だからその時その時でやっぱり行った先のその顔色というかね、街の顔色も全然違ったりとかするんで、はいはい、まあ、そういうのをまた行った先でその瞬間を楽しむっていうのが旅の醍醐味やったりとかするんで、はい、僕よく言うんですよ、あの旅のね、あの秘訣は何かっていうとね、うん、忘れ物をしてくること。忘れ物をしてくる、そう、うん、あ、忘れ物をするとね、取りに行かなかったんです、はいはいはい、じゃあもう一回行けるんですよ。うーん、だから、全部楽しもうと思って組んで、はいはい、あれ行かれへんかったとかじゃなくて、あ、今回はあれ行かれへんかったね、じゃあ次また来ようかっていうふうにするとまたもう一回来れるんですよ、はいはいはい、だから全部やってまうともう行かんでよくなるじゃないですか、うん、必ず何かあの宿題なり忘れ物なりをして帰る、そうそうそう、あのまた次来るわ、あ、いいですね、それ、ね、うん、それがね、あの、うん、旅の楽しみ方っていうか、はいはいはい、それぐらいの感じがちょうどいいんですよ。うん、そうですね、あんまりね、もう全部、うん、やろうと思っても、ね、そう 100% 楽しむぞ、 120% 楽しむぞとかなると、うん、かえって気張りすぎて疲れちゃうんで、はい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 、疲れるんじゃなくて行って空気を楽しんで、はいはい、まあ、めっちゃおもろかったな、今度あそこ来たいねとか、うん、って言って帰ってくるぐらいがちょうどいい。そうですね、うん、そうなんですよ。だから最初に考えた時に、うん、まあ、最初福岡なんで、うん、例えば湯布院に行って、はい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 、いいっすね、宮崎に行って、はいはい、いいっすね、鹿児島行ってみたいなの考えてましたけど、はいはいはい、無理です、ね、そうなんですよ、うん、九州ね、意外とね距離ありますから、だからもう一個の近くのところで、うん、はい、そこを満喫して、はい、でまた違うところに行くと、はいはい、やっぱりそれがいいですね。いや、もう絶対それがいいです、うん、はい、はいはい、まあということでですね、はい、まあ、皆さんもですね、まあ、コロナがねちょうど収まって、ね、GoTo がどうのこうのって言ってる時期なんで、うん、まあ、もちろん感染症対策はねしないといけないですから、はいはいはい、こうやってマスクをして、はい、もう結構行ってはると思います。いや、行ってますよね、もう動いてる動いてる、ちょっと収録があれなんですけど、うん、まあ、10月の頭ぐらいにはこう、うん、ホテルをこう予約し始めたんです。はい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 、もう詰まってるでしょ、いっぱいのとこがありましたからね、うん、そうなんですよね、はい、まあ、だから皆さんも当然今から動こうと。そうですね、もう1年半動けなかったのを、うん、はいはい、こう今度はちょっと爆発して楽しもうってい う有名どころは ね、うん、感じだと思うんですけれども、ぜひちょっと宿題を置いてくる、そうです、ね、忘れ物してこようってぐらいの感覚で行ってもらうと、うん、きっと楽しんでもらえると思うので、はいはい、いいですね、そんな風にしてみていただいたらどうかなという感じで、はい、しさけの歌の代わりで終わらせていただきたいと思います、はい、ありがとうございました。はい、では、行きましょうか。はい、はい、あゆみ、はおはようございます。さっきの会話入りたかったですよ。あ、そうや、ごめん、そうなんだ。いや、もうでもね、時間なかったよね。時間なかった、また盛り上がりすぎ、いや、時間なかったムービーで、そうそうそう、はい、わかりました。はい、では、お待たせしました。お久しぶりなマテリアルのイベントの告知をさせていただきます。やったー、やったー、来た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 。はい、マテリアルのチョイスな日っていうイベントの名前なんですが、マテリアルのスタッフが選んだ映画を楽しむ会です、うん、はい、はい、でチョイスをね、1日に2本します、はい、ファーストチョイスとセカンドチョイスであって、はい、1日に2本ありますね、はいはいはい、それがね、11月の6日土曜日にやります、はい、ちょうどこのね、次の配信の時にね、はい、そうですね、その日にやってます、はいはい、で11月の7日日曜日にも2本チョイスしておりますので、はい、ぜひぜひお越しください、はい、チョイスの内容は、うん、6日土曜日はレ・ミゼラブルを、うん、はい、楽しみたいですね、はい、チョイス、ワンチョイス、ワンチョイス、はい、セカンドチョイスが、ダイハードをチョイスいたしましたので、それについてみんなでこうね、そうそう、楽しもう、はい、楽しむということですよね、はい、
い、皆さん楽しむところですからね、はい、楽しむ会ですから、はい、で参加費が1500円でドリンク付き、はい、お菓子付きとなっておりますので、はい、ぜひぜひお気軽にご参加ください。お願いいたします。リンもうあと一般の客様もこのソファーに座れる、はい、ね、あー、はい、いいっすね、これこれ、はい、これをね、これね、これね、ソファーも置いてますので、ふかふかですよ、ふかふかです、はい、10席限定、10席限定です、はい、はい、ソファー席が6名、はい、で椅子席が4名の10席限定となっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください。お待ちしております。はい、はい、と、はい、いうことです。よかったね。でも日曜日も言っときましょうか。ワンチョイス、ツーツーチョイス、ワンカムカム、はい、11月7日日曜日のファーストチョイスはアルマゲドンです。はい、アルマゲドンです。はい、ワンチョイス、セカンドチョイスはラストサムライです。おお、はい、はい、の、はい、日本にやっておりますので、なかなか対策ぞろいですね。そうなんですよ。なかなか対策ぞろいですね、はい、力、はい、力が入りそうな感じ。ファーストチョイスのお時間が、はい、12時オープンの13時スタート、はい、なるほど、はい、はい、セカンドチョイスが17時オープンの18時スタート、うん、あ、そんだけ離れてるんですね、はい、はい、結構離れてるので、はい、ゆっくりとしていただけますので、なるほど、はい、はい、ぜひぜひお越しください。はい、で、月に4回ぐらい予定しておりますので、うん、またね、違う週の毎週週末はやるってことね。各週ですね、各週か、土日、はい、土日、ああ、4回ってそういうのね、はい、土日に1回ずつ、はい、なるほど、はい、了解しました。はい、はい、はい、ぜひぜひお越しください。はい、お待ちしております。これ、これ、ね、何、予約いいの？予約はありがたいです、ね、そうです、はい、当日いきなり来て10席も埋まってますやから、あれなんで、一応予約をね、一応ご予約をお願いいたします。はい、はい、お電話番号、ここに、はい、出てます、はい、はい、はい、お願いします。お願いいたします。はい、ということで、久々にの久々の、はい、マテリアル通信でした。はい、では行きましょう。続いて高橋さん、おはようございます。はい、高橋宏樹のシネマというのコーナーでございます。シネマコメンテーター高橋宏樹です。今週も FM 尼崎前からお送りしてますけども、レートなシネマ館で違いますよ。朝ですからね。ということで、あ、今日帽子は木村監督の帽子なんですけども、はい、自己紹介お願いします。夏蘭です、よろしくお願いします。特別ゲストございますけども、はい、いいんでしょうかね。今日は、最終週ということで、まあ、ハロウィン前なんでマスクだけはハロウィンですけども、映画は音楽でやっております。ランさん知ってるかな、どうかなです。はい、1本目です。オペレッタ、タヌキ御殿、タヌキ御殿シリーズね、いろいろあってね、まあ、タヌキ化けるじゃないですか、そういう感じの話で、これがですね、2005年の日本映画でございます。監督が鈴木清純監督で有名な監督なんですけど、これが、監督作品としては遺作になった作品でございます。はい、そしてだから鈴木清純さんね、ルパン三世のバビロン黄金伝説のアニメの監督もされています。脚本が浦沢義雄さん、浦沢さんで、この間ご紹介しました忍たま乱太郎の実写版の脚本を書いております。はい、これ出演者懐かしいですね。この人分かりますか、ね、分かりませんか。チャンツイです。おー、分かりません。チャンツイ、はい、最近はゴジラキングオブモンスターズにも出てました。こちら知ってますね。はい、はい、誰ですか。名前が出てきます。はい、小田切丈さんです。そうですね、はい、今年は花束みたいな恋をした名もない日にも出ておりました。はい、音楽は大島みちるさんという方がやっておりますね。で、撮影がですね、青木狼の前田さんがやってますけどね、はい、これまあ、そう、たぬき御殿ということで、そのたぬき御殿の話を、はい、オペラ風、まあ大体これはたぬき御殿シリーズというのは割音楽映画なんですけど、これオペレッタなんで、ちょっとオペラ調です。セリフまで歌にしてるという感じでございます。面白いですよ。で、これがね、ゆきさおりさんとかもね、ゆきさおりさんとかね、ゆきさおりさんとかも出ております。はい、なんとこれ、美空ひばりさんがね、生前ね、たぬき御殿、大当たりたぬき御殿出てたんですけど、この作品に紅白でも出ましたけど、その前に CG で美空ひばりさん出演して、紅白の後でございます。それも見どころでございますので、見ていただきたいと思います。たまにはこういう動画もいいんじゃないかなと思います。そして次がたぬきつながりです。はい、はい、チェッカーズインタンタンたぬきでございます。1985年の日本映画でございます。昔私フミヤに似てると言われましたけどね、その絵ですか。これはまあほとんど、チェッカーズのですね、はい、あの子とスキャンダルまでの曲が歌われて、まあ
7人のタヌキの話でございますよね、はい、それがまあ最後、まあ、チェッカーズになるんじゃないかというそういうサプライズが含んでおります。これは監督がですね、リュウジとか作りました川島徹監督でございます、はいはい、川島監督9月11日まででしたまた9月前の話でございます、ね、でこれが撮影がね前田さんということで、はい、先ほどのオペレッタのタヌキ御殿と一緒の方が撮ってると、はいはいはい、偶然にも、それを見つけてしまいましたので見ていただきたいと思います。これまあチェッカーズも出ますし、尾藤勲さん、はい、そしてジョニー大倉さん出ております。そして遠藤由美子さんという方がこの映画の作品だけで出た女優さんもいますので見ていただきたいと思いますよ。どうぞ、チェッカーズって懐かしいですか？懐かしいですね。青春時代ですね。青春時代ですか、はい、ぜひとも またもしこれね、DVD とか多分出てますので、はい、見てますね。あの再結成とか言われてますけど、はい、メンバー同士の仲悪いので、再結成ないみたいでございます。懐かしい映画で楽しんでいただきたいと思います。と、はい、いうことですけども、じゃあ、ランさんが化けて、うわ、タヌキだはい。これもタヌキ御殿の一部でございます。井浦監督登場しました。ということで今日は、オペレッタタヌキ御殿とタンタンタヌキをご紹介しました。はい、ということでエンディングでございます、うん、はい、はい、なんか今日はね、何やろう、するっていうするっていう感じでなんか流れていった感じがしてすごいなんかふわふわした感じなんですけど、そうですね、はい、まあまあたまにはこういう感じがねあるかと思うんですが、はい、今週はだからね、まあ、シスタ K が、ね、来れなかったんですごい残念なんですけども、ね、来月また来ていただいて、久々に歌声を聞きたいなと思うんですが、よく会いたいですね、本当にね、はい、で、来週なんですけど、はい、ちょっとですね、久々に復活する企画をちょっと一発ぶち込もうと思っておりまして、はいはい、激論をまた激論またちょっとやってみようかなという、はい、感じで、思っておりますので、はい、トークテーマは来週発表しますんで、はい、来週を、楽しみに、見てくださいとりあえずお願いいたします。どんな話してんのかは楽しみにしておいてください、はい、はい、ということで今週はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。